MLB、ドジャース7、6ヤンキース、日本時間31日、ニューヨーク、ドジャースは30日、日本時間31日、敵地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ第5戦で最大5点差を逆転勝ち。2020年以来4年ぶり8度目のワールドシリーズ制覇を果たした。大谷翔平投手は1番。 指名打者で先発出場し、4打数無安打に終わった。それでも、遺跡1年目で初めて栄冠をつかんだ。5ワンコールを打てなかった。初回戦闘は初級95.6マイル、約153.9キロ、に中飛。3回2試1塁は外角ボールになるチェンジアップに左飛に倒れた。5回1試満塁では空振り三振。 高めの速球に押され、最後は低めへ落ちるナックルカーブにバットは空を切った。1点を追う7回戦闘は夕頃、2塁ベース付近を守っていた遊撃、ボルピーのシフトにはまった。同点の8回1死13塁は保守の打撃妨害だった。26日、同27日の第2戦で左肩をアダッキュー。 28日、同29日の第3戦から強行出場を続けたが、打撃への影響は大きかった。ワールドシリーズは5試合で19打数2安打の打率、105打点なしに終わった。第5戦は壮絶な試合となった。先発フラハティが乱調で、初回にジャッジの先制ツーラン、チゾムジュニア、 の二者連発となる右声ソロで三点の先制を許した。四点リードの三回から先頭スタントンのポストシーズン球団新記録となる宇宙間七号ソロを被弾。一時五点のリードを奪われた。しかし、ヤンキースのカミランを逃がさなかった。5回無視一塁から中堅ジャッジの落球、遊撃ボルピーの送球エラーと失策が続き、西後、 ベッツの1頃に投手のコールが1塁ベースカバーに入らず、フリーマンの中前に点打テオスカーヘルナンデスの中越え的時2塁打で一気に追いついた。6回に6番テグラテロルが3死球と崩れて無安打で勝ち越し点を献上しかし、打線は1点差の8回に連打と死球で無視満塁の絶好機をつかみ、ラックスの中に火、 ベッツの中木比で逆転した。投げては7番テトライネンが6回途中から休援して2回3分の1を無失点。9回は先発のビューラーが休援して締めた。